じめまして。私はアメリカ出身の紫ルミと申します。日本の歴史に興味を持ったので、2011年に一人で日本に来ました。当時は日本語が分からなくていろいろと困りましたが、日本人の優しさのおかげでなんとかやってこれました。2013年11月、体調が悪かったのでインフルエンザかと思ったんですけど、実は糖尿病でした。前のは初めてです。その時、日本語で病気のことを理解できなかったので大混乱でした。2016年、インターネットで何のアプリかというと、自分の CGM をスマホにつないで、血糖データをどこでも見えるようにウェブサイトにアップロードするシステムです。最近みんなの協力で日本語でも使えるようになりました。日本でナイスカウトにアップロードができる CGM はメッチョネックのエンナイトセンサー、アブトのフリースタイルリブレーと、もうすぐ日本でも使えるデクスコンドがあります。2017年9月、日本初めてのオープン GPS というクローズドループができました。クローズドループで何ができるかというと、上がったり下がったりする血糖値をテンポラリーレーザーやマイクロボーラスで自動的に調整してもらいます。例えば寝てる間に血糖値が少し上がったら、普通は気づかずそのまま上がって朝起きたら高血糖になってしまいます。しかしクローズドループを使えば、寝てる間に自動でベーサルを送ってもらい、高血糖になりません。もしくは寝てる間に血糖値が少し下がったら、普通は気づかずそのまま下がってひどい低血糖になってしまいますが、クローズドループならば寝てる間に自動でベーサルを少なくしてもらいに低血糖になりません。クローズドループを使
かって私が一番嬉しかったのことは寝てる間の血糖値を動かせてそこまで安心できることです。残念ですがクローズドループでもできないことがあります。食前のボーラスは、任せられません。炭水化物を計算せずにボーラスはできません。だから考えなしに食べたりすることはできません。大変な低ダイエットになった時もブドウ糖が必要となります。今は2つのクローズドループシステムがあります。 Android スマートフォンユーザーは OpenAPS を使います。 iPhone ユーザーはループを使います。最後にメディカルラープ系の話をしたいと思います。海外では当たり前のようにメディカルラープ券は補助券として認められています。しかしながら日本では認められていませんので、私は自分でしつけをしながら育てています。こちらは私が育ているパズルクです。彼は低血糖アラートができます。どうして低血糖が分かるのかはまだはっきりと分かりませんが、イソプレンに反応しているらしいです。血糖値を測るキットを持ってきてもらいます。朝起きた時と寝ようとするときに忘れないように毎日持ってきてもらいます。そして血糖値測ったトビもつけてもらいます。まだ1歳の子犬で補助犬としてはまだまだたくさん教えなければならないことがありますが、これからも頑張ります。そして日本でメディカルラート犬が補助犬として国に認めてもらえるように、みんなさんも協力してもらえませんか。以上です。紫りんさん、ありがとうございました。紫りんちゃん、ありがとう。何かご質問ありますか？何か聞きたいことありますか？あ、はい。実験というのは、具体的にどういうふうなことをされているのか。アテレクトのアラートをパトリックちゃんに教えるときには、具体的にはどういうふうなことを訓練されているのかというのをちょっと教えていただけますか。どうやって教えるかってことですか。そうです。なるほど。普通のおすすめは、その低血糖の時に何も口に入れてないまま30分以内とか、水しか何も食べないであれば、コットンを口に入れてその水分を取って冷凍する。それ3ヶ月以内で反応してくれる。低血糖の時の唾液をコットンに取って、それを冷凍する。その唾液の匂い、低血糖の時に体から出ているこの唾液の匂いを覚えさせる、そういうことですか。大丈夫ですか。はい、はい、村君。
そのためのテキストとかはあるんですか、テキストとかは。はい、たくさんあります。無料でもダウンロードできます。はい。無料で何度でできる？はい。何度でいいか知りません。英語版ですけど、すみません。はい、ありがとうございます。だからみんなも、いろいろ調べて、やって、育てていくこと、自分でしつけることもできますし、ナイスカウントというのも、何がすごいかっていう、ただ座ってこない、私たちは。お医者さんたちがこう機械を作ってくれて、で、国が認可して、まあ、自分たちに降りてくるのを、ただ座って待つんじゃなくて、どんどん行動するぞ。自分の子供のために、私はプログラムができる、私は機械が詳しい。私たちが、はい、もう待てない。もう力をみんなで寄せ合って、で、自分たちでこうやって人工水槽を作る。で、こういう動きがですね、もう北米ではすごく活発なんですね。日本はやっぱり今まで、お医者さんに言われた通りやるのが立派な患者さんみたいな、そういう文化がないか、マヤ先生のない、あったんですけども、やっぱり違ったのはどんどん自分たちで前に進めかなきゃいけない、そういう文化なんじゃないか、もう今はと日本でもそういう時代に入ってるんじゃないかなと僕は思います。以上。はい、はい、ワンちゃんってどんなワンちゃんでも大丈夫なんですよ。私パグちゃんがいるんですけど教えられるかな。3歳、パグちゃんがね、鼻をつぶされてるんですよ。だから匂いはあんまり皆さん。